マリオ・モンティは、イタリアの経済学者、政治家、終身上院議員、同国閣僚評議会議長を務めた。このほか首相就任以来2012年7月まで、経済財務大臣を兼任したほか、2期連続で、欧州委員会委員を、またミラノにある、牧校に大学の学長及び総長を務めた。1943年、イタリア王国ロンバルディア州バレーゼに生まれた。 木工に大学より経済と経営の学位を得た。イエール大学では、ジェームズ・トービンの下で、大学院研究を得た。1970年から1985年まで、鳥の大学で経済を教え、木工に大学に移った。そこでは1989年から1994年まで、学長を、1994年からは総長を、務めている。 彼の研究は独占的な状況下における銀行の振る舞いの詳細な記述を目的としたいわゆるクライン・モンティモデルを作り出すことに貢献した。モンティは2005年に設立されたヨーロッパのシンクタンクブルーゲルの初代議長である。また1973年にデイビッド・ロックフェラーによって設立されたシンクタンク比米欧三極委員会のヨーロッパ委員長を務め、 ビルダーバーグ会議の主導的メンバーでもある。またゴールドマン・サックスとザコカ・コーラ・カンパニーの国際的顧問である。欧州委員時代のモンティ1994年に第一次、シルビオ・ベルルスコーニ政権において、エンマ・ボニーノと共同で欧州委員会のイタリア委員に任命される。1995年からの欧州委員会委員として、域内市場、サービス担当、関税、 課税担当を務めた。4年後の1999年、欧州委員会の委員長にロマーノ・プローディが就任し、マッシモ・ダレマ政権はモンティを再び委員に任命した。2期目は競争政策担当となり、マイクロソフトに対する独占禁止の手続きを開始。また2001年には、ゼネラル・エレクトリックとハネウェルの間で持ち上がった合併計画の調査を主導し、 欧州委員会は最終的に合併を阻止している。このような働きぶりから一貫して切れ者という評価で通っており、スーパーマリオとあだなされた。2004年に第2次ベルルスコーニ政権は欧州委員をモンティから6個ブッティリオーネに交代させようとしたが、ブッティリオーネの過去の発言を問題視した欧州議会はこの推薦を拒否したため政府は フランコ・フラッティーニを推薦し直した。2010年には、ジョゼマヌエル・ドゥランバ・バローゾ委員長より、共同市場の将来についての報告をまとめるよう、委任される。これは、欧州連合の共同市場を完成させるために、さらなる方策を提案するものである。また、同年9月15日に立ち上げられた、新構想、スピネリグループに協力。これは、 欧州連合の連邦化に向けての努力を再活性化させようとする目的で作られ、他の著名な協力者としては、ジャック・ドロール、ダニエル・コーン・ベン、ヒー・フェルホーフスタット、アンドリュー・ダフ、エルマー・ブロークなどがいる。宣誓式に臨むモンティ内閣欧州経済危機の中イタリアは国際通貨基金の監視下に入ることとなり、ベルルス・コーニ首相は求心力を失っていった。11月8日に、 会議会で採決された決算関連法案は可決されたものの与党議員の増反を招き、ベルルスコーニ首相は窮地に追い込まれた。こうした中、11月9日にイタリア共和国大統領ジョルジョ・ナポリターノは、モンティオ名誉職の終身上院議員に指名した。これは、ベルルスコーニの後継として擁立するという意図もあったとされ、この時点で、 モンティの次期首相就任が有力となっていた。そして11月13日、モンティはナポリターの大統領から第82代閣僚、評議会議長に指名されるとともに、組閣の要請を受けた。すぐに閣僚の人選を進めたが、実務型内閣を施行するモンティに対し各党からの反応は鈍く、組閣の作業は難航。11月16日になって、ようやく政治家抜きで、 自ら経済財務大臣を兼任した閣僚名簿を大統領府に提出し、ナポリターの大統領の立ち会いの下に内閣閣僚と共に宣誓式を執り行い、新政権を発足させた。発足直後の内閣支持率は7割を超えた。12月4日には年金支給年齢の引上げや、不加価値税の2%増税、株式、金融商品、贅沢品に対する課税、 衆議会議員定数の12人への削減、公選選収政府公務員に対する給与の廃止などを盛り込んだ総額300億ユーロに及ぶ緊縮財政策を発表。この緊縮財政対策がなければ、ギリシャと同様の事態に突入し破綻していたかもしれないと表明した。2012年6月27日には企業が業績悪化時に 従業員を解雇できるよう定める代わりに、失業手当を拡充させる、労働市場改革法を成立させた。この頃、支持率は3割程度となっていたが、一連の構造改革により、国際社会に対するイタリアの信頼は徐々に回復していき、金融経済情勢を落ち着かせることに成功した。7月11日には、経済財務大臣を辞任。しかし、 ベルルスコーニ率いる自由の人民はモンティの進める緊縮財政路線に反発を強めていく。10月27日にはベルルスコーニがモンティの財政構造改革路線を批判。10月29日に自由の人民のアルファの幹事長はモンティ政権を今後も支えると発言したが、12月6日に議会で実施された信任投票で自由の人民は棄権し、 上院では、ギリギリのところで可決された。12月7日には自由の人民のアルファの幹事長が、モンティ政権の役目は終わったと発言。これに加えて、翌12月8日、政界引退を発表していたウェルルスコーニが、直送選挙への出馬を表明。これにより自身の安定的な政権運営は困難になると判断した。モンティは同日ナポリターの大統領と会談し、 審議中の2013年度予算に財政健全化関連法案が成立次第首相を辞任する意向を表明12月21日予算成立を受けナポリターの大統領に辞表を提出し正式に辞任した2013年2月24日に総選挙が行われることとなった次期首相の選出は難航したが4月28日にようやくエンリコレッタが 閣僚名簿、ナポリターの大統領に提出し、モンティ政権は幕を下ろした。既婚者であり、二人の子供がいる。鳥の大学時代に、虜となった古代エジプトに興味を持っており、トリノにあるエジプト博物館を支援している。ありがとうございます。